ゴローはジャストシステムが開発、販売していた RDBMS の名称。最終バージョンはジャストシステムオフィス9、オフィス10 Pro にバンドルされたゴロー9である。MS DOS 時代にバージョン1の開発販売が行われ、その後 Microsoft Windows 対応ソフトとしてバージョンアップされた。ジャストシステムが一太郎などの機関プラットフォーム戦略として、 DOS 時代にジャストウィンドウを採用したことにより、代用ソフトウェアの拡充の必要性から最初のバージョンが開発された。また、Windows 時代には Office Suite の構成アプリケーションの一つとして開発された。DOS 時代は管理工学研究所の切り、Windows 時代ではマイクロソフトのアクセス対抗製品とされたが、それぞれのソフトからシェアを奪うには至らず、 また現在新バージョンのリリースが行われていないため、十分に認知されているとは言えない製品である。ゴロウ8はオフィススイートに同梱されるとともに、単体発売されたが、ゴロウ9はオフィススイートへの同梱のみとなる。ゴロウ8にはジャストビルダー d アプリケーションとして、独自のカスタマイズ機能とともに、ゴロウ8エクステンションキットとして、3つのツールが提供された。 オラクル接続ドライバはオラクルへのネイティブ接続が可能なため、オラクルのフロントエンドとしての利用も期待され、プロモーションも行われたが、期待されたほどには利用されなかった。ゴロウ9は、ゴロウ8エクステンションキット相当のツールを同梱している。製品バージョンが飛び飛びになっているのは、バージョン1は、ジャストシステムの機関ソフトウェア1太郎とバージョンを合わせていなかったが、ゴロウ8、 五郎ウ Q は、その時期の MS Windows 版の一太郎に、バージョン番号を合わせたためである。Office10 Pro 向けには、新規開発が行われなかったため、バージョンが一つ古い五ロウ Q が同梱された。ありがとうございます。